はい、皆さんこんにちは。公認会計士 YouTuber の黒井です。今回の動画は、会計士の勉強ってどれくらい勉強するのというテーマで、私が会計士を受験している時にどれくらい勉強しているのかっていうのをお話します。どんだけ大変なのかというのをですね、知っていただいて、負けるもんかとですね、気合を入れるためのモチベーション動画だというふうに思ってください。ちなみに、お前ほんまに会計士なんかって疑ってる人いると思いますけれども、これが会計士バッジです。はい、まず早速ですね、会計士に合格するための必要な勉強時間ってどれくらいなのかっていうお話をしていきますけれども、まあ一般的にですね、だいたい3000時間から3500時間、これが必要であるというふうに言われてます。結構勉強しなきゃなっていう感じですよね。私もね、人生の中で一番勉強したって思うのは、もうこの会計士試験の勉強ですよね。大学受験よりもはるかに勉強したし、もう辛かったですよね。で、こちらの表がですね、各資格を取得するために必要な勉強時間なんですけれども、まあ、医者弁護士が6000時間、会計士が3000から3500時間、司法書士、弁理士が3000時間、税理士が2500時間から3000時間、あと不動産鑑定士が2000時間、まあ大体こんな風な感じっていう風に言われてますよね。まあ医者とか弁護士っていうのは、もう会計士の倍は勉強しなきゃいけないっていう感じですよね。もう私も会計士試験ですらもうヒーヒー言ってましたけれども、まあ弁護士、医者の合格される方っていうのは相当な努力をされてる方っていうことですね。まあなのでですね、まあこう見たらですね、まあ会計士ってなんだ余裕なんじゃないっていう風に思うかもしれませんけれども、まあ皆さんね、3500時間も勉強できますかっていう話なんですよ。まあ、例えば1日10時間勉強すれば365日で、まあ1年間でそれくらいいけるかもしれませんけれども、1日10時間を1年間続けるなんて相当な精神力ないとダメですよ。まあ、たまにね、1年で受かっちゃう人もいるんですけれども、よほど頭がいいか相当な精神力を持ってる努力家ですよ。で、大体平均的なね、合格する年数っていうのは2年から3年っていう風に言われてますね。ちなみに私は合格するのに3年半ぐらいですかね。3年半ぐらいかかってます。3年間ずーっと勉強し続ける。これね、言葉で言うとちょっと軽く聞こえるかもしれませんけれども、実際にね、もう2年も3年も勉強してたら本当に嫌になりますよ、途中で。まあ、私の経験なんですけれども、まあ、大体の人がですね、まあ、3ヶ月過ぎたあたりからですね、もう脱落する人っていうのはもうポツポツ出始めてきますよ。会計士を合格するためにはですね、まあ、資格の大原とかタックとかですね、まあ、そういう資格の予備校に通う必要があるんですけれども、まあ、大体ね、みんな2年コースっていうのを選択して、まあ、用意どんで同じタイミングで始めるわけなんですよ。一番最初の授業はですね、まあ、大教室ですね、まあ、どれくらいですかね、まあ、200人ぐらいはいるんですかね。まあこうね、みんな目を輝かせてね、今から頑張るぞっていう感じでもう息巻いてるわけですよ、100人が。で、これがですね、半年したらどうでしょうかね。もう多分ですね、半年したら3分の1は脱落してるでしょうね。で、そういう風にですね、もうだんだんだんと減っていくんですよ。でも最後の年なんかね、最終試験直前くらいの期間のこの授業になるとですね、もうね、20人から30人いたらまあいい方なんじゃないかなっていうのを思いますよね。で、最初の頃にね、仲良かった友達なんかね、もう気づいたらなんかいませんからね、なんか消えてるんですよ。まあだからね、2年間勉強を続けることができるっていう条件をクリアする人っていうのもまあ限られてくるわけなんですよ。まあでも2年間勉強を続ければいいってもんじゃないですからね。その中からまた合格する人、しない人っていう風に分かれてますからね。まあ、そう考えたらですね、もう過酷な試験ですよね。でですね、こちらはですね、この間の、まあ、発表された一次試験の合格発表の概要なんですけれども、願書を出した人が9393人いてですね、欠席した人がですね、そのうち2148人いるんですよ。まあ、割合で言うとね、23% ぐらいですよ。まあ、これくらいの人がね、申し込みをしたけど直前になって断念しちゃうんですよ。試験会場まで行けないんですよ。まあ、なのでですね、会計士試験を受験するっていうことは、まあ、それほどね、大変で生半可な気持ちでは受験できないしね、試験会場にまでもいけないっていうことをね、まあぜひ知っていただければなというふうに思います。じゃあですね、そんな試験をですね、私は今から10年くらい前に受けたんですけれども、一体どんな感じの生活をしてたのかっていうのをお話ししますね。で、私が会計士を目指そうと思ったのは大学4年生ぐらいで、結構目指すのが遅かったんですよ。まあ、その時は地方の大学だったんですけれども、まあ、その大学を卒業して東京に出てきて、東京の大学院に通いながらね、会計士の勉強を始めました。で、その時の生活ってどんなのっていうとですね、まあ、平日のタイムスケジュールは大体こんな感じでしたね。まあ大学院の1限目からね、始まる講義とかあると、まあ、大体ね、9時から大学院に行って、まあ、最後のコマがね、まあ、夕方のまあ5時とか6時に終わるんですよね。で、この時間が全部ね、授業かというと、まあそうじゃなくてね、まあ、例えば、まあ1限目から3限目まではまあ授業に出席して、4限目は空き時間で、5限目に授業があるなんていう日もあるんですよ。で、まあその空いてる時間っていうのは、まあ次の講義の課題をこなしたりですね、まあ期末テストがあればね、まあその勉強に当ててました、ね。で、大学院が終わった後にまた勉強するんですよ。で、今度はですね、大学院からもう専門学校に行ってですね、
会計士試験の授業を受けます、まあ、いわゆるダブルスクールってやつですね。最初ね、私はレックっていう専門学校に行ってましたね、まあ、そこでね、まあ、授業を受けて終わるとね、大体まあ21時ぐらい、9時ぐらいなんですよ。でまあ家に帰って、まあ、復習やら何やらしててですね、まあ、大体夜中のね2時くらいまで何やかんやねやってたと思います。今でこそ私ね、まあ、朝の5時に起きて朝活とか今してますけれども、まあ、本来私ね結構ね夜型の人間なんで、結構夜に集中力が上がったりしてたんで、まあ、このね21時から2時の時間っていうのは結構集中してできてましたね。でまあ大体2時から8時ぐらいまで寝てね、でまた次の日大学に行くみたいな生活ですよね。だから今思い出したら結構ハードですよね。まあなんかすごくしんどかった思い出はありました。でも私朝に弱いんで、まあたまにねこう大学院の1限目を寝過ごしちゃったりですかね、あと2限目からの日っていうのはあったんで、まあそういう日はねちょっと遅くまで寝てたりしてね、まあ、そんな感じで、ね、自分のペースでやってました。で土日になるとですね大学院はありませんから、まあ、土日はどんな生活をしてたかっていうとこんな感じです。まあですね、パッと見ちょっとサボっちゃってますよね、まあ、日頃のね睡眠不足を解消するかのようにですね、まあだいたい10時ぐらいまで寝てですね、まあ、そこからのそのそ起き上がって、で大学院か専門学校の自習室に行ってですね会計試験の勉強をしてたりしましたね。でだいたい21時か22時くらいで自習室が閉まっちゃうんで、で残りはね帰ってまた家で2時ぐらいまでやって勉強するみたいな感じでしたね、はい、こんな感じでですね大学院生活を2年間送ってました。在学中にですね会計士の担当式試験っていうマークシート方式の一次試験があるんですけれども、まあ、それを在学中に受けたんですけれども、まあ、あとちょっとっていうところでもう落ちちゃったんですね。もう惜しくも落ちちゃったんですよ。卒業した後にもう一回受けて、まあなんとかね一次試験は突破したっていう感じですね。で次の二次試験ここで落ちました。もうね絶望でしたね。結構ね受かるつもりでいましたからね。まあねちょっとサボっちゃったりもしてましたからね、土日ちょっと遊んだりねそんなことしてましたから、まあねそんなに世の中甘くないっていうことですね。でもう大学院卒業しちゃってますからね、その状態ってもう完全無職のプータロー状態なわけなんですよ。まあでもですねなんとなくですねあと1年あれば絶対受かるんじゃないかなっていう自信はあったんですよ。ここで辞めちゃうっていうのはちょっともったいないなっていうふうに思ってて、まあ、なのでですねちょっともう親に土下座してですね、もうなんとかあと1年やらせてくれっていうふうにもう頼み込んでですね、であと1年だけっていう約束でなんとか援助してもらうことになりました。本当にありがとうございます。というわけですね、もう次落ちたらですね、もう地元に帰らなきゃっていうふうに思ってましたね、まあ、わざわざね、こう田舎からね、もう東京まで出てきてね、何の実績も残さずに、もう地元にもうおめおめ帰るなんて、もう絶対嫌だっていうふうに思いましたね。まあなのでですね、もう心を改めて、もう1年間、猛勉強が始まることになります。その時のスケジュールはこちらです。もうね、ずっと勉強です。まあ、大学院時代から変わったポイントっていうのが2点あってですね、一番変わったっていうのは生活を朝方にしたところなんですよね。その本番の二次試験って、まあ大体朝の10時くらいからスタートするんですね。まあなので朝の10時に自分のピークを持ってこれるような生活スタイルに慣れておかなければいけないというところですね、早起きを頑張ることにしました。でもう一つ何を変えたかというとですね、専門学校を変えました。大学院時代はレックに通ってましたけれども、まあ、そこからですね資格の大原っていう大手の専門学校に通うことになりました。まあなんでかっていうとですね、まあ友人が大原にいたっていうのもあるんですけれども、まあ、やっぱりですね大原って大手なんで受講してる人数がレックよりも圧倒的に多いんですよね、まあ、なので人数が多い方がやはりねこう競争相手も多いので、まあ、自分を高めることができるんじゃないかなと思って、まあ、そこに通うことになりました。大原だとですね早朝討論っていうのがですね朝の7時ぐらいにだったかな、でめちゃくちゃ朝早くからですね計算問題をこう1時間解かせられるっていうのが授業があったんですよ。だからそこに通ってですねもう起きる口実を作ってましたね、まあ、だからね最初は本当に慣れてなかったんですけども、まあ、朝の6時ぐらいに起きるようにして、まあ、7時には専門学校に行くようにしてましたね。で早朝の討論が終わったらもうあとはねずーっと9時ぐらいまでねもう自習室にこもって勉強してましたね。でもしそれでもねやり残しみたいなものがあれば、まあ、家でちょっとまたやるみたいな生活ですね、まあ、途中ご飯とかね休憩とかまあちょこちょこ挟んでますけど、まあ、大体ね10時間以上はもうこれ勉強してましたね。まあ、今考えたらねもうよくこんな生活できたなって思います、ね。まあ、ただねこんな生活をずっと続けるっていうのはもうちょっとね自分でもちょっと無理かなっていうふうに思ってたんで、週に1回だけはねもうちょっと休んで自由な時間を作るようにしてもうストレスを発散してました。その休みにした日のスケジュールはこんな感じですね、まあ、ちょっと遅くに起きてからですね、まあ、少しだけ勉強しますね。やっぱりね勉強時間をゼロにするともう全部忘れそうなんでちょっと不安なんですよ、まあ、なので休みにした日っていうのもちょっとだけ勉強します。でまあ大体 3,4 時間勉強してからですねでもちょっと友達と飲み行ったり、まあ、漫画読んだりゲームしたりとねともう自由に自分のしたいことを楽しんでましたね。とまあですねこんな感じで1年間頑張り続けたらまあなんとかね二次試験の論文式試験に合格することができて、無事今現在ですねまあこうやってですね、まあ、苦労づくめの会計士としてね活動ができてるっていう状態になったわけですね。いやーでもですね今考えたらね本当にめちゃくちゃしんどかったですね。まあでもですねそのせいもあってですねもう試験受ける前くらいからねもう絶対受かるわっていうふうに思ってました、まあ、こんだけやったんやからもう落ちるわけないやろっていうふうに思ってました、まあ、たとえね落ちたとしてももうそれはもう運が悪かったらもう後悔はないというふうに思ってました、まあ、ただ試験前はもうそう思っててもめちゃくちゃ緊張しましたね。
すげえドキドキしてました。でまた本番の試験もね、3日間にわたって実施されるっていう、もう結構過酷な試験なんですよ。もう3日間で、ね、もうずっとアドレナリンがもう出しっぱなしになるんで、めちゃくちゃ疲れます。まあ、なので、もう試験終わったらもう抜け殻ですよね。で、試験終わった後ですね、まあ、友達みんなとですね、飲み行ったんですけれども、まあね、もうみんなくたくたでね、もう話もそぞろでね、もうそんな話もできずにもうすぐ帰りましたね。まあ、ただですね、その1杯目のビールっていうのはもう本当にね、もう人生で一番うまかったんじゃないかっていうぐらいね、もうめちゃくちゃうまかったですよね。まあ、だけどすぐに余裕が回りましたけどね。で、まあ、試験受け終わった後の感想としてはですね、もう絶対に受かったって思いましたね。まあ、私がね、自信過剰っていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、試験受ける前も後もですね、絶対に落ちるわけないっていうふうに思ってました。まあ、実際受かってましたからね。まあ、なのでですね、私の最後の1年くらい勉強を頑張れば確実に合格することができます。まあ、でもですね、これ生半可なことじゃないですよ。もう普通じゃこの生活はできませんからね。この生活を続けるためには強い精神力が必要です。で、その精神力を支えるためにはですね、やっぱりですね、俺は絶対に会計士になってやるんだっていうね、強い思いが大事です。なんで俺会計士の勉強してんだろうなっていうふうには少しでも思っちゃダメですよ。今迷ってる方がいれば、そんな考えはもう捨てるかですね。改めて、なんで会計士になりたいのかっていうのを考え直してみてください。まあ、私の場合はですね、東京まで出てきて、何の実績も残さずにもう地元に帰ることはもう絶対嫌っていうふうに思ってたんで、絶対に会計士になってやるんだっていうふうに思ってました。だからそういう動機でもいいんですよ。実際の私がそうでしたからね。会計士になれなかったらどうなるのかっていうのを考えてみた方がいいかもしれませんね。逆にやる気が出てくるかもしれません。会計士になって社会経済の健全な発展に貢献したいなんていうやつはね、多分いないですよ。そんなもんね、何のモチベーションにならないですよ。そんな高尚なものは持たなくていいんです。私なんて一回も思ったことないですよ。まあ、単純にね、もう年収を上げたいとかね、もう稼ぎたいとか、まあ、会計士なんてモテたいとかね、そんな単純な理由でいいんですよ。それを支えにして絶対に受かってやるんだっていう気持ちでね、頑張り続ければ絶対成功しますんで、もし今ね、会計士の勉強をしている方が見ていればですね、もうぜひともですね、こんだけ勉強すれば絶対に受かることができるんだっていうね、気合を入れ直すきっかけになればなというふうに思います。まあ、そうすればですね、将来会計士になって、まあ、輝かしくバリバリ働くこともできますし、いろんな選択肢が広がる資格なんで、ぜひともね、頑張り抜いて勝ち取ってほしいなというふうに思います。とまあこんな感じですね、ちょっと偉そうなこと言っちゃいましたけれども、では、まあ、要するにですね、結局は気合と根性が勝負になってくる試験ですので、これから試験を受けられる人はもうぜひね、どんな気持ちで受ければいいのかっていうのを参考にしてほしいというふうに思ってます。はい、今日の動画は以上になります。このチャンネルではですね、今日みたいに会計士を目指す方向けに、まあ、参考になる情報を配信したりですね、まあ、会計を分かりやすく解説する動画を配信してますんで、まあ、今日の動画が面白かったっていう人はね、チャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。